続いてはパネルディスカッションです働き方改革地方創生とワーケーションの関係性とはをテーマにお話しいただきますそれではよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんこんにちはパソナージョブハブの加藤と申しますよろしくお願いいたしますこれからの時間はですねパネルディスカッション働き方改革地方創生とワーケーションの関係性とはということでですね あの皆さんご覧になっていただけてると思うんですけどもこの5人で <laughs> いろいろディスカッションをですねさせていただければなというふうに思っております。はい。え少しですねあの自己紹介をさせていただければと思います。あの改めまして加藤亮と申します。え今普段はですねパソナジョブハブという会社で働いておりましてソーシャルイノベーション新しい社会を作るような事業を開発するといったようなですねテーマで様々ざまな事業開発ですとか事業を経営をしております。 ワーケーションについては、まあ、個人的に非常に熱量を持ってですね取り組んでおりまして、まあ、ワーケーションをしてみたいという個人の方と地域の方をつなぐ活動ですとかあとはワーケーションをですね経営戦略として人材戦略として取り組んでいきたい企業さんと地域をつなぐそして地域側のワーケーションを活用して地域活性化に取り組んでいきたいというコミュニティをでーを、ねまあ、作っていくといったような活動をさせていただいております。はい で本日はですねあの非常にあの豪華な <laughs> パネルリストの方々と、まあ、ディスカッションさせていただけるのを非常に楽しみにしておりまして、まあ、先ほど来からでさまざまな事例のご紹介取り組みの紹介をいただいた方々に来ていただいてちょっと5人でですね楽しいディスカッションの時間を過ごしたいなというふうに思っておりますのでよろししくお願いしますそれではあのパネルリストの方々にです、ね、あの一言ずつちょっとご挨拶をしていただくところから始めたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 それでは、あの日本航空の東原様、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、日本航空の東原でございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。じゃ、続きまして、え、蓼科町の上前様、よろしくお願いいたします。はい、ええー、蓼科町の上前でございます。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは富士通ジャパンの片岡様、<laughs> よろしくお願いいたします。はい、富士通ジャパン片岡でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 それでは最後にですね観光庁の桃井様にもご出席いただきますはい観光庁の桃井です本日有意義なディスカッションの時間となればと思いますどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますで、実はディスカッションにあたりましてはですね実はいくつかの事前の問いをですね 私の方でで用意をさせていただいておりますのでその問いについてパネラーの皆様にですねお答えをいただきながらディスカッションを深めていければというふうに思っておりますまず1つ目ですね本日実は企業の経営者の方とか事業責任者の方人事の方様々聞いていただいていると思うんですけれどもその個人いわゆる企業から見た社員ですねあとは企業もしかしたら経営者という立場かもしれませんけれども企業から見たワーケーションって一体何なのかと。 いうことをですね皆さん、気にされているということですのでまあ,あの私の方からこういったテーマでですねあの深掘りをしていければというふうに思っていますで一つ目がですねワーケーションをきっかけとした社員の変化と、まあ、企業経営の影響とは何かというところについてですねまずは皆さんから聞いていければなというふうに思っておりますそれではこちらあの日本航空の東原様からお願いしてもよろしいでしょうかはいありがとうございます。かなりこう いろいろなことが思い浮かぶような <laughs> あのテーマーかなと思いますが、あのマッキーお先ほどのいろんな方の話の中にも一人の社員のこうなんですかねこうかあの生き生きと働けるような環境は会社の経営にもつながっていくというような話がありましたので、まず個人をちゃんと尊重できるようなまあダイバーシティの経営なんてところにもつながってくるかなとあの感じております。でワークショウのところですねあのちょっと注目しますと、やはりこう働き方の選択肢が増えていくっていうところはかなり重要かなというふうに思っています。あのやっぱりこういったもちろんやる人も もそうなんですけれども、そのワーケーションをやってない人、もしくは遠隔地域もやってない人の感覚、地感とかも変わっていくっていうところで、例えばま今旅とかを前提にした、もしくは地域に行くところだけじゃなくて、例えば介護を抱えて地域に行かなきゃいけない、様々なこうあの労働に関する要素っていうものをポジティブに向き合える環境という意味では、あのすごくあの重要なことかなというふうに思っています。で、社員としてはそういった選択肢が増えるということ、おのずとまあ帰属意識みたいなことがあのすごく増してきたりとかですね。あとは外に行くとおのずと外からの インプットが増えますので自分自身のこう判断軸というのを会社の中だけのインプットだけではなくて外からの刺激なんかも含めてやるとやはりこう人としてもしくは会社の社員としてあのよりこう成長する可能性があるのかなというところであの今ちょっと浮かんだ内容でございます以上です。 はいいありがとうございました社員の選択肢としてのワーケーションを広げていくというのは非常に興味深いところかなと思いまして本当に旅という要素もあれば先ほど介護とですねあのまあ、合わせた働き方みたいなところとかあとは新たな発見をですね持ち帰って会社に生かすとかいろんな視点があるかなというふうにそれではですねあの続きまして蓼科町の上前さんに聞いてみたいんですけれども、まあ、上前さんは本当にあのたくさんの,あの会社の方々個人の方々、えー 訪れてですね、まあ、いろんな形のワーケーションをですねされている中で、まあ、あのいろんな方々とお話をする機会が多いと思うんですけれども、まあ、そういったワーケーションに来てらっしゃる、まあ、企業さんとか個人の方々の話を聞いていただいて、まあ、その方々ね個人の社員の変化だったりとか、うん、まあその企業の経営者の方々がですね、まあ、ワーケーションを通じておっしゃる言葉とか <laughs> まあその会話していただいている中でちょっとお感じなところですねえ今日いただければ非常に嬉しいです。はい、あの実際利用された企業様が 縦品にお集まりになってですね、えー、非常に晴れやかな顔をされてるんですよねやっぱりそれがまず第一かなというふうに思っていますというのは何かと言いますとですねやっぱりここ数年で、えー、在宅ワークが当たり前になっててある企業さんなんかはですね社員数が一気に増えたんだけどみんな在宅ワークなんですとでこれから会社として事業を進めていくときに やっっぱりコミュニケーション不足が心配だとおっしゃるんですよねで集まっていただいたときに社員さん同士で名刺交換が始まるみたいなです、ね、<laughs> シーンを見てるわけですよね。でその中で3日間2泊3日とか過ごしてもらって寝と共にしていただくとちょっとまあ昔のんちゅうの企業合宿というか経営合宿に近いようなイメージありますけれどもやっぱりそういったチームとしてその後のです、ね、生産性を上げていく取り組みのきっかけとしてまず当初にやるというのは。 あとても有意義なことなんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、この4月以降、です、ね、一気にまた人の動きがまた始まりますけれども、そうした時に新しいチームがプロジェクトで動くとか、その初めに、ですねまずキックオフ的にオフサイトミーティングをやるっていうのは、大変その企業経営の影響力というのはあるの,だあるのではないかなというふうに思っております。 はいいありがとうございます、まあ、まさに、ね、ワーケーションでいらっしゃったあの会社の社員の方々の晴れやかな顔っていうのはなんか非常に、うん、あの素晴らしいことだなというふうに改めて思っておりまして、まあ、本当におっしゃる通り最近あのリモートワークが普及する中で、まあ、なかなか同僚とリアルで顔を付け合わせて話す機会がなかなか会社としても持つのが難しかったりとかあとはリモートワークが整備されている会社で途中で、まあ、中途入社でいらっしゃった方とかですねあとこれからは新卒で入られる方なんかもですねあのリモート入社 みたいな形になっていらっしゃる方もいらっしゃるので、なんかワークーションがそういった機会でコミュニケーションをリッチにするっていう意味でですね、うん、あの信頼関係を高めるというのは非常に面白い視点だなというふうに思いました。ありがとうございます。はい。えそれではですね、あの富士通ジャパンのですね、あの片岡さんの方にもお話を聞いていければなというふうに思っております。片岡さ様よろしくお願いいたします。はい。えっとですね、今回この 実際トライアルをやらせていただいた中で社員の変化として感じたのは先ほどの講演の中でも少し触れさせていただきましたけれどもやはりですねもともとこの地域を知らなかった社員がこの地域に行ったことによって非常に愛着が湧いたというふうにお話をしてくれると。 こことととが多かったいいうところでございますで、えっと、その結果、ですね、まあ、あのこのトライアル以後も、えっと魚屋様と関係を持たせていただいて、いろいろと取り組み検討させていただいておりますけれども、その時の相談も、ですねモチベーション高く、じゃあぜひ考えましょうということで、あの一緒に取り組んでいただいているので、そういった形であの、地域に行って社員のモチベーションが非常に上がったというところが大きな変化だったかなと思っておりますし、えー、企業経営の影響という意味では、そういったモチベーションを持つ社員がです、ね、地域に行って活動をして、 でそこで何か1つビジネスのネタを見つけてくることができればそこをどんどん広げていくことによって企業にも価値が落ちていくというふうに考えていますので、まあ、そういった形で,ですねまずは個のモチベーションを高めていくところから企業の価値につなげていくというようなことができるのではないかなというふうに感じているところでごござざいいいまますすはい、ありがとうございます確かにそのワーケーションで地域に行った方々個人の方々が非常にこうやる気が出てですねでそのまああれ非常に熱い パッションの中で地域の方々とコミュニケーションして新しいものが生まれそれを会社に持ち帰りまた行きたくなるという,なんかこう循環のようなです、ねえー、ことがです、ね、起こっているんだろうなと改めて、はい、あの認識させていただきました。どううもありがとうございます、はい ここまでですねゲストの皆さんにですね様々コメントをいただいたんですけれどもあの観光庁の桃井さんからもですねちょっと今までのあの参加とのお話を聞いていただいていてちょっとあの感じてらっしゃることですとかコメント等頂戴できればと思いますご質問なんかをいただいても結構でございますあそうですねはい、はい、どうもあの皆さんあのいろいろなコメントありがとうございました あの私もいろいろワーケーションに関して企業の方から問題意識を伺ったり自分自身でもやってみたりして思うことなんですけどあのワーケーションに社員を送り出すことはですねなんかなんで仕事なのに遊びに行かせるんだろうみたいなふうに思わせたりそういうふうに言われるっていうことがあるというふうに聞くんですけどまあ皆様からですねワーケーションってこんなに意義があるというお話いただいたんですがこれあの休暇型にしても業務型にしても。 なんかこう遊びに行ってるみたいなふうに思われるのはですねこれどうしたら認識が変わっていくのかなというふうに思うところがありますあの実際私自身はワーケーションやってみてもですねやっぱりなんか勤務時間中いろんな相談も受けたりするしということでまあ時間中は仕事に集中しないと終わらないしというのもありますしまあ別にそこまで,あの何ですかね差し迫った仕事ない方でも別に遊んでるかどうかというのは家でテレワークしたって変わらない問題なんじゃないかなという,ふうに思っていて。 なぜワー,ケーションだととそういういのかと先ほど入山先生からもですね探索型のそういった知の探索が重要だっていうお話がある中でですね違う場所に出かけていって見聞を広めたりですね人と話して新たな知見を得たりとあるいは何かこう普段行けないイベントに行ってみるとかですねいろんなそういう学びの機会もあるという中でですね こうなんか社員を遊びに行かせるっていうようなそういうふうに思えるところですね、どうすると認識が変わっていくのかなっていうところは私、あの問題意識を持って皆様方のお話を伺ったところなんですけどそのあたり、どういう、なんていうんですかね、えーこう、ワーケーションの説明の仕方とかですね認識の変わり方っていうのは考えるのかなっていうのをお伺いしてみたいと思います。はいいいああありりがとうううござまますすこののた東原さんからきましょそでね,ねあの まあ、旅を実現するという意味ではこう旅をあの遊びをもしかしたら目にすることもいらっしゃるかもしれませんけれどもまずその私もいつもテレワークとの違いって何なのかなというのはいつも考えるようにしていましておそらく毎日のことと毎日のことじゃないと同じリモートワークでもそこはちょっと分けてちゃんと整理をしないといけないのかなと感じています。でまあ、その 年に1人の社員にとってみると、年に1回とか2回も数回の話である可能性が高い中で、そこに何を求めたいのかっていうのを、もう少し会社の中でも整理する必要はあるのかなというふうに思っています。つまり、あの先ほどのようにサボってるんじゃないかとかですね。あの、もしかしたら私家で。 テレワークしてていいいるる方が誘惑っっ多んんじゃななのかなという,ふうに思ったりするんですでけれども掃除しちゃおうかなとかも含めてですね。思うんですけどその滅多にない機会だからこそインプットになる可能性すごく高かったり早く仕事を効率的に終わらせてその、まあ、余暇の時間の夜とか過ごすとかですねそういったこういうのメリハリを逆につけやすいような機会もあるかなというふうに思いますので。あの普段あの アドバイザーとかやってても8割ぐらいそれでテレワークでも同じ課題なんじゃないかと思うような質問って結構多くありましてまだまだそこまでのところに至ってないところがあるのでそのワーケーションならではのポジティブなものというものをもう少し伝えていく必要がこのテレワークとワーケーションの違いを考えるということかなと今は少し感じております。ははいいいいいいいありががとととうううございますすこの点ちょょっ片片岡岡ささんんんにもも聞いていきたいなと思うんででけどかかし そうですねやはり、まあ、難しいところはあるとは思っておりますけれども、まあ、ここはですねあの、まあ、今回のトライアルの中でも、まあ、実践者の中ではどちらかというとやはりあの現地に でで午前中の時間しっかりとです、ね、決められた時間で計画的に仕事を行ってで午後の時間午後の時間であの先ほどお話があったとおりいつもと違う観点で新しいものを見させていただいてそこから気づきが得られるですとか地域の方とのお話を通しながらえこういうことをやってみたらどうだろうっていう普段の関係性とは違う中でフラットな関係で新たなこう考え方を 創出するといったようなことが実際、体験としてできたという事実がありますのでこういったところをです、ね、実践者がまあもっと声を上げて会社に伝えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っておりますでその中でですね、あの先ほどその企業とにとっての価値を定義していかなければならないというようなこともお話をさせていただきましたけれどもそういった実践者の声を聞きながらです、ね、じゃあ自分の会社ではどういうふうにワーケーションを使っていこうというところを固めた上でそれを地域と事前に協議をしてうまくあのプログラムを作っていくそういった形でまあ 徐々に徐々に実践者から声を上げて形作っていくっていくことがやはり必要になってくるのかなといいいいうううに今感じているとところでごござざまますすう、うん、ありがとうございますあの東原さんと片岡さんの話を聞いているとどうやらワーケーションに行った場所でせっかくなのでさまざまな体験をする中で地の探索につながっているというのが何となく分かってきた部分ではあるんですけれども上山さん、いかがでしょういろんな方来られていてなんかその方々がしていく発見の現場とかですねちょっとその辺りでコメントいただければと思います。 あの私ども立科町でやっているのはあまりそのお大それたテーマを設けてワーケーションを誘致しているわけじゃないんですよねあくまでも企業様の課題を解決するために当地を選んでいただきたいというだけの立て付けなんですよ。でそれは単純にあの市場があってその市場を私たちは取り込むための整備をしていこうみたいな立て付けでやってるんですよね。でそこに何かしらその私思うのは あの最上段で構えた課題設定をしちゃうとま例えばそれが地域課題であるとか今おっしゃったような地の探求というようなところを言ってしまうとそのが私は広がらないと思っていてもうちょっと下の下りていって単純に地域会社さんの課題コミュニケーション不足だとかそれからある課題を解決するためにもうプロトタイプを作りたいんだとそのためにこもってやるんだということでワーケーション移行こうというところが。 そういういいいいい立てて付けでいいんじゃないかなかといううに思ってますそれからごめんなさいこれは自治体側からの視点でいくと自治体側もやっぱりちょっと問題があると私は思っていて辰島町が数年前失敗したまさにそこが今、えー、と桃井さんがおっしゃっていただいたようなワーケーションイコール遊びの認識になってる部分なんですけど今ワーケーションで画像検索すると海に片足突っ込んでパソコン叩いたり、うん、滝に打たれながらパソコン叩いたりしてる映像出るじゃないですかあれはやっぱりミスリードですよね。 っていうのはやっぱり思います。まあそういうふうに実際にそういった写真を撮って、えー、広報に活用するのはありだと思います。ただ実態はちゃんと伝えていかなければいけないと思います。で、そういった中でこれから選ばれて残っていくエリア、ワーケーションとして成功するエリアが厳選されていくので、おのずとそういった認識は私はここ1年で変わっていくというふうに思っております。うん、はい、上山さんどうもありがとうございます。ここまで聞いていただいて、もみさんいかがでしょうか。 何、はいまあ、あて言うんですかねこう、やはりワーケーションの何て言うんですかによって得られるものとか、あるいは実態とかそういうものが、まあ、よく伝わってない面もあるのかなというふうに思ってまして、まあ、そういう意味でこのセミナーなんかも通じながら、もうちょっとワーケーションのていうか実態とか意味というのをもっと伝えていかないといけないなというふうに私自身も思いましたはいありがとうございます。それではででははすすすねねの次のの問問いいいいいにに移っってててききたなとう思おります、えー、続きま続しての問いはです、ね ワーケーションに取り組みにあたっての大切なポイントと、まあ、経営者が果たしている役割とは何かという問いに移っていければと思うんですけれども、まあ、今までもでさ、ね、まざ、あ、まな大切なポイント出てきているとは思うんですけれども、まあ、会社として まあ推進をしていくときに、まあ、もちろんあの担当者の方とかですね現場の方がまあ推進をしていくということもあると思うんですけれども、まあ、そういった動きを経営者がどう見ているのかとかですね、まあ、経営者が自らまらワーケーションというテーマで会社でまあ実証していくときに果たしていく役割とはといったところもまあ気になってくるところかなというふうに思っておりますちょっとこちらの点についてですねあのまた皆さんに聞いていければと思うんですけれどもじゃあこちらは片岡さんの方からお願いできますでしょうか。はい これもです、ね、あのいろいろ大切なポイントあると思っておりますで先ほど講演の最後にあの課題で3つお話をさせていただいてあの企業としての価値の定義と、まあ、安心と持続的な、まあ、取り組みというお話をさせていただきましたけれども、まあ、この3つがやはり大切かなと思っておりますでその中でも ま一番重要かなと思っているのはこの安心をどう確保していくかというところが一つポイントなのではないかなというふうに感じているところでございますやはりあの先ほどのお話の中でまあ、子がモチベーション高く地域に行ってそこで何らかまあ、価値を作っていくビジネスを作っていくでまあ そこが好きになって実際に定着していくということもあると思うんですけれども、それを実現しようとするとかなり長期のスパンで考えないといけないという中で、そうすると業務の中でいろいろ調整しないといけないことが増えたりだったりとか、プライベートの面でも、もちろん家族とはお話をして、移住となってくると、家族の同意がどうしても必要になってきたりもするわけですね。そそううししたたとにいいいいいいいっもものがものがろろなななを乗り越えててかないといけない安心してじゃあ 地域に行ってこういう活動をしてきますですとか、まあ、移住しますみたいなことをやっていこうとするとどうしてもこの安心を作っていかないと。 そういう地域の活動に積極的に参加できないということになってくるのでこの安心をいかに作っていくかというところが非常に重要なポイントなのかなというふうに思っているところでございますで、えー、と経営者が果たす役割というところもこの安心というものをです、ね、ぜひあの企業の中で作っていっていただきたいというふうに思っているところでしてもちろんあの制度面でもそうですしまたです、ねまあ、場合によってはこの経営者の方が自らこのワーケーションみたいなものを実践することで,です、ねまあ、自分も行っていいんだというようなあの考えを従業員に 持ってももらうこととでできるかと思いますのでぜひです、ねあの、経営者の方が率先してこの安心してワーケーションに行けるんだ、使えるんだというような環境を作っていくということが、まあ、今後あの、普及していく、取り組んでいくにあたっては重要なのではないかなというふうに私は考えております。 はい、いありがとうございます。安心していける環境を作る、まあ、非常にキーワードだなというふうに改め,改めて思いましたしあの先ほど、入山先生の話の中にも経路依存性の話がありまして、まあ、ワーケーション契機にですね、あの社内の制度ですとか組織ですとかさまざまな文化ですとかっていうところも含めて、まあ、変革をしていく中で、まあ、新しい安心を作っていくということにもつな、ね、がっていくのかなというふうには、はい、聞きながら思っておりました。ありがとうございます。 えっと、続きましてです、ね、今度は舘なの,立のです、ね、上前さんに聞いていければなと思うんですけれども、はいあのまあ、いろんな会社さんを受け入れるにあたって、まあ、その安心というキーワードもです、ねまあ、あのいろんな意味があるとは思うんですけれどもその受け入れる立場として企業さんに、まあ、安心な環境を提供していくためにはという観点で少しコ安心というの度確かにいろんな捉え方があるかと思うんですけれども確実にそこで、えー、っと決済をした、行ってこいと。 言った決済がですね押していってもらった人たちがちゃんとそこで目的を達成できるのかどうかというところはやっぱり受け入れ側としてはですね考えなければならないというふうに思ってますでそこはやっぱり意識してですね私たちは立ち町としてはそこでオフサイトで集まってもらって仕事の成果をちゃんと出してお帰りいただけると。 いうところがまず第一ですからそこでしっかりと仕事が集中してできるお手伝いソフトもハードも含めてですね整えていくというところがやっぱりとても大切ですし安心にもつながるのかなというふうに思っております。 ありがとうございます。まあ、今日本当に企業の経営者の方とかワーケーションを実践されようとされていらっしゃる方聞いていらっしゃって、まあ、自治体の職員の立場でですね、こういったことをおっしゃっていただけると、まあ、非常にこう最初の一歩にですね踏み出しやすいんじゃないかなと改めて思いいまます。す。ありがとうございます、はい、それでは続きまして東原さんにですね、はい、あのこちらの問いに戻ってですね、ワーケーションに取り組むにあたってのポイントと、まあ、経営者が果たす役割こちらにお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。そうですね。あのまあ、混ぜて2つかなとま おりま,すがまず一つはあの今日の皆さんの話それぞれ違う立場でもやはりこうワーケーションを手段として考えてその先にというようなお話がほとんどだったかなと思っておりまして、まあ、それ共通なんだなと改めて認識いたしましたでそういう中でやはりこう会社の取り組みとしては,やはりこうストーリー性をもう少し持って考えていかないといけないのかなというのが 思っています。やっぱこう単発のなんかやってみるで終わるような可能性って結構あるのでその後どういうような展開がまあ企画屋さんとか人事労務系とか制度屋さんとかはストーリーをどうしていくのかっていうところを途中で変わってもいいのでイメージを持っとかないとやはり結局は単発の取り組みにしか見えなくなるっていうことかなと思っています。でその上で 会社の社の員に対してです、ね、例えばなんかこう BCP の観点で行ってきてっていきなり言ってもえなんでっていう話があるので <laughs> 参加者本人は楽しかったねとかまた戻ってきたいねっていう最初の1回はそんなんでもいいのかなと思ってますがやはりそのリピートしていく何かこう何か良かったって思っていただけるような機会を 1, 1回でもあの多くしていくためにはその企画が会社側は多分ストーリー性を求めていくってことは重要なのかなと思っています。 でも,う一ともう一件が特にあの上位職経営の観点でもそうかと思いますがやはり性善説に立って物事を考えていくっていうところはあのルールを作っていく上ではすごく重要かなと思っています。 あの私あの労務管理の企画や規定とかやってますけれどもまあそういうのって縛るものなんですねこういうことやっちゃダメああいうことやっちゃダメとかっていうことが結構多くあの潜んでいるものですけれどもやはりそんな中であってもあのこれがどういった価値が今後生まれてくるのかっていう期待の方が多分多いようなものかなと思ってますのでまああのサボる人はどこに行ってもサボるということと同じかもしれませんがなんか戦前に立ってこの会社の社員に一人でも多くの人の出会いをあのー。 作らせてあげてその人の成長にどうやってつなげていって後に会社にどう還元していくのかというところですね人生観のこう成長みたいなところでやっていくためにはやはりこうあの縛っていくのではなくて性善説の、えー、と取り組みにしていくということが重要かなと感じています以上です。 はいいありがとうございます、まあ、本当に片岡さんの話東原さんの話,話,話かもですねワーケーションをまあ単発で捉えるというよりもちょっと長い時間軸の中でですねワーケーションを契機にどういうふうに変化をしていくのかとか、まあ、取り組むにあたってそのストーリーをどれだけ最初にですねイメージして、まあ、もちろん変更はあると思うんですけどもなんかその時間軸を長く捉えた中でのワーケーションっていうのをどういうふうに考えていくのかというのがなんかすごく重要な観点かなと思いましたし経営者の特徴としてはですね時間軸を長く考えていくのが仕事 だと思いますので、まあ、非常にそういった面でもですね、あの信頼性が高いんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。それではここまでですね、あの皆さんのお話を聞いていただいて、改めてはい、あのディスカッションに移っていただければと思うんですけれども、はい、あの観光庁の桃井さんからまたコメントと質問といただければと思います。あ、はい、あのまああの皆さんからのお話をお伺いしてですね、何ですかね、まずワーケーションをやっていく上で、なんからそのそれぞれの企業の皆様がどういう目的でワーケーションに取り組んでいってと。 それを、まあ、あの達成できているかできないのかみたいなことを考えていくとかですねあるいはそのあ、まあ、あの安心な環境を作っていくとかですね続けていくことみたいな大事だというような話だったと思うんですけれどもこの何ていうんですかねワーケーションっていうのを広めていく上でじゃあなぜワーケーションやっていくのかっていうその上位概念のですね例えば社員に生き生きと働いてもらいたいとかですね チームビルディングをもっとしっかりやっていきたいなみたいなそういうところも含めて会社の上層部の方々に問題意識を持っていただきながらその手段としてそのワーケーションっていうのを捉えていただく上で何ですかねこういうことが重要だったり工夫っていうのが考えられますよねみたいなその何かヒントとなるようなお話しいただけたらと。 とということとです、ね、ワーケーションっていうのもなんかこうやってみてなん,かなんかすぐ成果出るのかみたいなそういうようなお話をいただいたりするような会社とかもあったりするのかもしれないんですけれどもこれ別に一回ワーケーションやってもらったらなんかその生産性がどんだけ上がったとかっていうよりこうなんか別に今すぐ一回やって成果出るわけじゃないけど続けていきながら会社が変わっていくっていうようなことをです、ね、こう続けていくためにどういったことが何ですかね重要であったり工夫として考えるのかなっていうところをもう少し伺ってみたいなと思いました。 よろしくお願いしますはいありがとうございますじゃあこちらは挙手制にしたいと思,ううに思ってますけども <laughs>、はい、あ、じゃあ東原さん、はい、よろしくお願いしますあのー 弊社の場合、その旅をベースとしたワーケーションなので、なかなかその企業というところの,その組織活性化見とか、あまり事例がそこまでないのかなと思ってますが、あの先日あのやらせていただきましたのアドバイザーの,あ,のあたなの旅の際の企業さんの事例をちょっとご紹介したいなと思いますが、あの地域に行くとことの関係性は3回モニターをやって同じだったんですけれども、その3回、あえてです、ね、やっぱコンセプトを変えてやってみたというふうに言っておりました、それはもう組織活性化のためなんですけれども、まあ、ちょっと事情があるので、あまり社名は出せませんが、 <laughs> あのやっぱりこうなかなか組織によって風通しがいいところと悪いところというのがありますという中であのちょっとカモフラージュのようなその分からないようにはしてるんだけれどもちょっとそこをターゲットにした人選をしてそのあえてそこでこう遠隔地で仕事を一緒にしてもらうということを体験させたというようなケースとあとは若手をターゲットにしたとあとはちょっとあの女性の社員がですねもしかしたらメンタルレス場ちょっと心配だったというそういったこうターゲット 会社の中でも分けてあの参加させたというような事例がございましたでそれが終わった後なんですけれどもやはりもアンケートもちろん高評価だったようなんですがやっぱその今まで話してなかったような人がこうちゃんとコミュニケーションあった時の質を上げていくような意識をして行動したとかですね多分これって心理的安全性さっきも安全性って言いました心理的な安全性のところもすごく重要なところなんだろうなと思っていてその企画した方最初は地域と会社の間に入って大変だったり会社の中でもせっかくやったけどあ,のあんまりこう効果が なかったら嫌だなという不安のご相談から最初スタートしてたんですが終わった後はかなりそれをこうポジティブな組織の,あの活性化につながったというところであのすごく良かったというふうに言ってました。とはもしは参考になるか分かりませんがその方がたまたま社長直結の部署だったというのもあのすごくあの上位層をです、ね、あの説得するのもすごく良かったという声があったので少しつながるかなと思ってご紹介ででした以上ですはいありがとうございます。 あじゃあ、はい、上山さんよろしくお願いします、はい、あの今、東原さんおっしゃっていただいたまさに同意なんですけれどもあのよくワーケーションすると生産性が上がるとかっていう言葉がたまに出てくると思うんですけど現場で見ているとですね生産性はおそらくその場では1泊2日とか2泊3日でやっちゃうとどうしてもその移動のロストがあったりとか現場に慣れるという。 新しいいいワーク環境ににななりまますすからそこになれるるととう意味ででははは生産性は上がるものではないと思ってますどちらかというとオフィスで働いているあるいは在宅ワークでやっている同じ仕事がリゾート地でもできると思っていただいた方がいいかなというふうに思っていますでそういった環境を整えるのはそれぞれの受け皿の役割というところに整理させていただきましたただその後のですねコミュニケーションチームプロジェクトチーム会社のコミュニケーションの質は 間違いなく上がるだろうというふうに思っていますそれは今東原,さん東原さんおっしゃっていただいた通り心理的安全性が育まれるからというふうなことですよねなのでこれはあのそういう意味でですねワーケーションというものを捉え直すということがやっぱり必要かなというふうに思いますすみませんあの桃井さんのご質問に対してすごい雑多なお答えになっているかなと思うんですけれどもすみませんそんなところでございます では最後私の方からもの一言お話しさせていただければと思いますけれどもあの今、心理的安全性のお話があったりですとかあとあのコンセプトを分けて実施されたようなお話もあったかと思いますけれどもやはりですねあのこの人それぞれやりたいことが違ったりだとか会社としてもこう求めるニーズが違ったりするというふうに思っていますでそれをあのかなり主観的なものになるのでそれをどううまくその会社の中でうまくマッチングをさせてで この手段としてのワーケーションをうまく活用していくかという話になるんじゃないかなというふうに考えております。で、それをどうやっていくかというところは、平成の中でもまだまだ模索中ではございますけれども、直接今、ワーケーションに結びついているわけではないですが、平成の中の取り組みとして、1つ、パーパスカービングというような形で,です、ね、個人のパーパスっていうところをきちんと掘り出してで、そのパーパスに基づいていろいろ活動していきましょうみたいなことを取り組みとして行っております。でそれはですね、あの会社の パーパスだけではなくてその経営層から一般の従業員まで全ての人が一人ずつ自分のマイパーパスを持ちましょうというようなことをしているので、まあ、そういった形で,です、ねまあ、自分のパーパスというところを個人個人が明確にまず持っていただいた上でじゃあそれを踏まえて私はここで働きたい私はこの地域でこういうことをしたいというところに このワーケーケションをうまくはめて進めていくことでですねうまくこの企業の中でのワーケーションというものがあの形で作られていくということになるんではないかというふうに感じているので、まあ、そういった形であの取り組んでいくことでですねうまくワーケーションというものをはめていくことができるんじゃないかなとそれ個人的には感じているところでございます。 はいいありがとうございますあのワーケーションの話題の中でパーパス経営という言葉が出てくるのが非常にあの印象的だなとうう思ったんですけれども、まあ、会社としてのパーパス、まあ、存在価値をですね、まあ、どういうふうに定義づけしていくかというのは非常に重要な観点だと思いますが非常にまあユニークだったのが社員個人の方々。 のですね、あのパーパスみたいなところを、まあ、しっかりと大切にして。で、その結果として、なんかワーケーションという働き方を、まあ、認めていくとか、推奨していくみたいな形繋がっていくみたいなところは。なんか非常にあ、うん、あの、あの、関心高く聞いておりました。はい。もみさん、あの、もみさん、ここまで聞いていただいて、いかがでしょうか。そうですね。まあ、今、さまざまな、話いただいたわけですけど、まあ。なんていうんでしょうかね。まあ、その、いかに、こう、なんか。えー、まあ。 コミュニケーションの質を上げていくかとかと、まあ、社員のか方が生き生きと働くようになるかというようなところを考えてくれて、まあ、もう少しなんていうのか一,一人一人に注目したような組織運営のあり方とか経営のあり方っていうのがもっと考えていくといいのかなというふうに思っておりましたで、まあ、そこにワーケーションが今どんな効果が及ぶのかっていうところは今なかなかまだ日本で始まったばっかりなので まあ、あのなかなかお示しできていない点もあるのかもしれませんけれども、実際、そういう事例が出ていきながら、なんていうんですかね、やがてはこう企業、そういったなんていうんですかね、社員を大事にして、まあ、どこで働いてもいいよってやっているような企業がです、ね、企業価値が高まっていくとかですね、そういうようなことが。 示されていくといいんじゃないかなというふうに思っていて、それ、今まだデータで示せるところではないんですけれども、だけど、イノベーションっていうのは、データがなんかあって、じゃあ、正しいと分かったからやるっていう時点ではもう遅いというか、もう今、これだけ時代が動いていく中で、分からないけど、でもなんかいい効果があるんであればやるとかですね、そういうことも含めて、ああ進めていくのかなという意味で、そういう意味で,で、すね我々もいろいろモデル事業なんかやってるわけなんですけれども、トライアルしていただきながらですね、 あのまあ、まだ経営上成果ででないけど、組織は変わりつつあるみたいな、そういったところからいい事例というのを作り出していくといいのかなというふうに思いながら伺っておりました、どうもありがとうございますはいいありがとうございます、まあ、まさにその社員の方々の可能性ですとか、創造性を最大化するとで、それがもしかしたらワーケーションという方法でまあ実現できるかもしれない。 でそれがですねまさにイノベーションにつながったり企業価値の向上につながる、まあ、昨今ですとやはりその人を生かす経営というのは改めてまあ注目が集まってきていて、まあ、投資家の方々もまあ人的資本経営含めてですね、まあ、人を生かす経営に、えーまあ、あのしっかりとやっている会社にまあ注目をして投資するですとか最近ですと就職活動とか転職活動で,でもですねあの求人サイトの転職 あのサイトのです、ね、チェックボックスにテレワークとかあの副業とか、まあ、場合によってはそのワーケーション推進を PR しているページとかっていうのもちょこちょこやっぱ出てきてて、まあ、社員個人個人のまあライフスタイルに合わせた働き方をまあしっかりとフレンドリーに見ていきますよとか、まあ、応援していきますよみたいなメッセージを出す会社が徐々に増えてきたなというふうに思ってまして、まあ、そういった企業としてのです、ねまあ、人を生かす経営とまあワーケーションみたいなところの関係性っていうのはなんか非常にで強くあるんじゃないかなと思いますし、まあ、あのパーパスみたいな言葉がこのセッションに出てきてる時点で,です、ねまあ、そういったことなのかなと というふうに改めて感じておりますはいありがとうございます それではではすねあの残り時間少なくなってきましたので、まあ、最後にですね、まあ、今日の,あの、まあ、入山先生のお話から、えー、ゲストの皆さんのお話からですねこのパネルディスカッションまで、えー、聞いていただいて、まあ、感じてらっしゃることあの皆さん終わりだと思いますで。視聴者の方々もですね、まあ、今日の議論を聞いていただいて、まあ、あの経営者の方はじゃ自社の経営の中でですね、まあ、どういう経営戦略、人材戦略の中で位置づけていくのかとか、まあ、現場責任者の方ですと、まあ、メンバーがワーケーションを、まあ、実践をしていたりし していきたいというふうになってきたときにどういうふうな対応をしていくのかとかですねあとは本当に働いている個人の方々、皆さんについてはですねワーケーションとい働き方を自分のライフスタイルですとかワークスタイルの中にどういうふうに取り入れていくと非常に幸福なのかということをですね考えるいいきっかけになったんじゃないかなと思うんですけれども最後、ですねそういったところも踏まえて皆さんに一言ずついただいて締めに移りたいなというふうに思っております、はい、それではですねじゃあ、えー、上前さんから。 すいません。お願いできますでしょうか。はい、あの以前ですね。あの建設コンサルタントのまあ、会社のですね。業界団体の方々がえー、立科町にモニターとして、その時はお越しになっていただきました。 その方がおっしゃってたのはとても印象的で初め何の意味があるんだろうワーケーションにと思ってそうなんですねだけど1泊して朝の湖の周り一周歩いてそれから午前中仕事たっぷりとさせていただいたとやってよかったですと来て意味が分かりましたとおっしゃってたんですよねやっぱりやってみないと分からないのは当然のことだと思いますなので制度をいきなり作るというところがなかなかハードル高ければまずは出張 出張命令でまずお越しいただいて体験いただくというところでそういう体験した後にです、ねえー、まあとか、いろんなリゾート地でも仕事ができる環境がもう日本全国で整いつつあるんだとだそこを使って私たちの方がどう解決していこうかというところに認識を変えていっていただくというところがぜひ今日お願いしたいところでございますはい上山さん、どうもありがとうございました。非常にあの印象的な感想ですね ありがとうございます。はい、え、それでは続きまして、え、それでは片岡さん、よろしくお願いします。はい、今、あの、上村さんの方からやってみなければわからないというお言葉がありましたけれども、あの、今回トライアルを通して、私も全くその通りだというふうに感じております。やはりやってみて出てきた課題というところがいっぱいありまして、本日もいくつかお,をお伝えをさせていただきましたけれども、えっと、やはりですね、まあ、そういった中で、まあ、一つ、あのテーマとして上がっているのは。 今日のお話の中でもありました、まあ、ワーケーションをまず入り口としながら、その先、まあ、どう形作っていくか、ストーリーを作っていくかというところが、まだここ、いろいろなストーリーがあるというふうに思っていますので、あの弊社の中でも、ですねここをどんどん,どんどん固めていきたいというふうに考えておりますでまあそこもやはりやってみなければ分からないというところですので、あの今回のお話で、まあ、特に一つポイントにあったと思いますけど、その個人個人に着目して、まあ、その主観を大事にしながら、まあ、そのストーリーをうまく作っていければというふうに思っておりますので、うまくですね、そのまあ、今回、 個人、まあ、モチベーションというところ、をうまく生かしていきながら。その地域で活動していくスキームというところ、を作っていければというふうに考えておりますので。まあ、そういった活動をですね、ぜひ、あの、一緒に取り組みさせていただけるような方がいらっしゃれば。あの、本日の皆さんも含めて、ぜひ、一緒にやらせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますと。はい、ええ、片岡さん、どうもありがとうございます。それでは、東原さん、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、今日は、あの、学ばせていただきました。ありがとうございました。あの、事業運営上。 ーーケーション必必須須ななのかといいうでではないですね事業は回っていくんだと思うんですけれどもあのすごくいいポイントが入っているものかなと思っているので本当使えようだなと思っているところです。であの先ほど採用とかの話もありましたけれども昔だとこの会社に入りたいこの仕事をしたいということが組織を選ぶ前提だった人たちが多分割合的にも多分ここにいる方々もそういう方多いんじゃないかなと思いますが今はどういうふうな場所で生きていくのか。 っていうところでその仕事を選択していくなんていう人もすごく増えてきているように感じていますつまり会社の思いだけではその個人をあのそのままその組織に属させておくってことはできなくなってくる時代がコロナで一変して特に加速していると思っていますなのであの一気にですね二拠点居住移住とかっていうのは難しいところもあるかもしれませんがそういった課題に向き合うという意味であのワーケーションってすごく効果的だなと思っていますこのコロナで12年特にそういったことにチャレンジできるトライアルできるすごいいい期間だなというふうにも思っているので色時代 としてはすごく大変な時ですけれど、前向きに捉えていけるといいのかなというふうに思っております。えっ、ー、と今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後にあの観光庁百恵さんにコメントいただいて締めたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもあの、本日、あの様々なあのゲストスピーカーの方からですね。うん ワーケーションにというとです、ね、なんていうのかなこう、デジタルノマドみたいなことを想像されたりとかです、ね、あるいは先ほどもちょっと海辺に出てきましたけど、海辺のリゾートで、まあ、あの足を産みつけながら仕事するみたいな、なんかそういうようなことを思い浮かべられたりするううようなこともあると思うんですけど、まあ、そ,うそういうわけでもないし、まあ、ワーケーションを進めたかといって、みんなそういう働き方をするわけでもないし、みんながワーケーションしなければならないわけでもないと思ってるんですよね。 まああのこれだけデジタルツールがですね発達して別に仕事なんて職場とか自宅じゃなくてもできるんじゃないのとテレワークというのは在宅勤務なんですかというような時代にあってですねもっと時間と場所を有効に活用しながら新しい気づきとか学びとか出会いとかですねそういうのを得てまああの社員もまあ成長したりですねまああの幸福感を高めていきながら会社としてもまあその結果を出していくとかですねそういうふうになることによって日本の社会や地域も変わっていくと。 言ったような形で我々もワーケーションを進めていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ、ですね企業の皆様におかれても、そういった方、まああの、なんですかね、お考えで賛同いただけたら、まああの、ぜひトライしていただきながら、なんですかね、こ,うこの日本とか会社とか、そういったものを変えていくきっかけになればというふうに思っていますので、まあ、これからもどうぞよろしくお願いいいたしますはいえー、もみさん、どうもありがとうございました。 働き方改革、地方創生とワーケーションの関係性とはというセッションで進めてまいりました、まあ、個人の働き方、そして地域における暮らし方それを応援する会社の在り方というところで個人と企業とです、ね、地域が同時にまあ新しいあのニューノーマルの世界に向けてです、ね、変革していく非常にワクワクしたお話になったかなというふうに思っておりますそれではあの皆様ご清聴いただきましてどうもありがとうございました以上で,です、ね、パネルディスカッションを終了させていただきますどうもありがとうございました 以上、パネルディスカッションでした。パネリストとしてご参加いただいた東原様、上前様、片岡様、桃井さん次官、ファシリテーターの加藤様、ありがとうございました。以上をもちまして、国土交通省観光庁主催、ワーケーションやブレジャー等の活用による働き方改革セミナーを終了いたします。本セミナーが皆様にとって、 ワーケーションやブレジャーご活用のきっかけになれば幸いですご視聴いただきありがとうございました